ゲームスタート。ウェイ。はい、はいはいはい。ああ、うん、これはね、うん。好き聞いてない。焦りすぎた。好きすぎて。スゴーは家にないかな。うん。家には今ないかな。今ないかな。うんうん、うん。おい、なんか。急に黙り出した。あんなに盛り上がってたのに。なんかもう下手なこと言えねえと思って。もしかしたら私かもとか思った瞬間に。なんだろう。いや、でも、同じじゃないかな。上杉と。同じかな。あ、そう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 、そう。気が向いたら。簡単だもんね。うん。カタンタン。なんだって。カンタタンタン。タンタン。なんだろう。でも、うん。めんどくさくない？何が？なんつうの？その。何？食うまでのプロセスが。そうそう、プロセスが。まあ、なんだろう。個人的には、まあ、そのめんどくせえのがやや好きではある。ああ、なるほど。あ、でもなんか、そうだな。うん、ご飯、めんどく。めどくさい。めどくさい。なんか、呪文みたいになっちゃった。やだもう。美味しい、好きき。めどくさい。やばいな、こいつ。こじってんな。いや、やばい。だって、昨日の津軽がひどかったのに。昨日は津軽がなんか、なんだっけ、なんか、なんとかさんとかあったりよ。やばい、身内話で盛り上がっちゃってる。じゃあ、そうだな。さっき、うん、ラウスさんに振ったんだっけ。そうだね。あー、でもなんか難しいよね。うん。そう？だって、あるじゃん。コツが必要なんだよ、あれ。何気。あー、まあね。でも、うん、これが、これぐらいじゃない？多分、切り出していいラインって。そうだよ。ギリギリだよ、ね。うん。調理実習で作らなかった。調理実習？あー、え？あー、ナッツやるでしょ、絶対やるでしょ。うん。やるね。まあ、学校によって違うかもしんないけど。うん、私たちのところはやってた。同じだからね。そう。小学校も中学校も同じだったから、ね、多分どっちかで作った。作らない、え？私たちが違う？もしかして。二人？ウルフ二人？あ、でも、作ってんの、ね。まあまあまあ。まあまあ、それは学校差あるだろ。まあ、学校地域差あるだろ。地域差ある。美味しいんだよね。美味しい。よね。美味しいよね。美味しいよね。私は好きだよ。うん。素顔も好きだよ。うん。美味しい。美味しいね。なんか私さ、うん、やばいくない？何が？美味しい好き、めどくさい。美味しいよね。美味しいよね。うん。私は、うん、本当に好きすぎて、うん、それしか食ってない人が。マジで、うん、そこはもうちょっと食えよ、ちゃんと。なんか、うん。いや、ここまで行ったらやばいかな。なんで？わ、切り出してきたよ。あ、それ聞いちゃう。これ聞いちゃう。安全ラインで行くとしたら、うん、塩でしょ。ソルティだよね。ソルティだよね。私もソルティ。あ、まあ、みんなソルティだよね。みんなギルティー感だ。ギルティーソルティ。あ、醤油もあるね、全然。ある？うん、醤油ある。塩、塩。私のじっちゃんとか醤油派だし。マジで、うん、これ、津川かもしんね。うちの母ちゃんも、あれかな、醤油派だね。茶缶も。茶缶も。おい、これ、津川かもしんねえぞ。いや、これはね、うん、派閥全然分かれるね。本当に、うん、全然分かれる。ソルティは王道だけど、うんうん、私は、どちらかというと結構凝るんだよね。ああ。凝る。まあまあまあ、うんうん、食う、まあ別にね、そう、食うもんね。食うから、
そう、凝るんだよ。それを、もうレシピめっちゃ言いたいけど、言ったらバレるから。え、これにさ、使われているさ、何、メインとなる原材料ってみんな同じなのかな、ウルフの人も。あ、まあ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 、じゃない、さすがにそこは。これわかんないよ。いや、全然焼く人もいるね。うん。いるいる。いる。なんだろう。これ下手したらさ、うん、あれだよね、作ってる時に火傷する可能性あるよね。ああ、あっちっちみたいな。どの料理でも火傷する可能性あるの。いや、刺身だったらないじゃん。刺身って。ここまで来て刺身って言うたら。急な刺身。あ、でもある意味醤油でも食うし。うん、塩でも食う。私も、まあ、あんまり塩で食べない。寿司とかたまに塩で食うし。寿司食いね。寿司食いねしたいよね。なんかみんなに言ってもらう。原材料の、うん。色。原材料の色。色。そう。私は言うぞ。言えよ。素顔も言うと。ほら。現在、あ、たまに、たまに。いや、ここまで行ったら原材料の。うん、あ、確かに、たまに赤だわ。そう。そう。いや、いいでしょ、これ。これは原材料同じでしょ。原材料同じっしょ。同じっしょと、なんだ。これは原材料が同じで、うん、調理法が違うんだな。うん、まあそれぞれあるもんね。うん。うん、まあこれであれ豆腐だったらこれ。豆腐、赤の豆腐あるって言ったものじゃない。レッドトゥーフで。何豆腐で気になるわ。唐辛子豆腐。唐辛子豆腐。まあね、まあいろんな豆腐あるよね今このご時世。あ、なんか枝豆豆腐とか、ね。そう。ごま豆腐とか、うん、黒目の。黒めのやつ。ごま豆腐なんかうまかったけど、なんか、あの、枝豆豆腐食ったらまずかった。まずーって思った。そもそも枝豆そんな好きじゃないかな。マジで？そう。いや、好きだったんだけど、うん、枝豆食ってたらなんか。食いすぎた。まあまあ、それ。ちなみに、よく、うん、食べないね。もったいない。そっか。そう。都合は結構食べるかな。なんか月1ぐらいでなんだかんだ食ってる気がする。まあでも朝といえばこれ感はあるよね。あー、うん、確かに。朝といえば。まあ朝冷凍食品しか食わないわ。ズボってんな。ズボらってんな。知らぬ間に終わってた。いや、私はもう決まったぞ。おう、ワイも決まったぞ。いや、これでもし間違えたら作詞だろ。本当に。作詞すぎるよね。あれ、今回は割と最初の段階で分かってたんだよ。うん、そう、私も最初の段階で分かってた。え、少数派の人は多数派のワードを予想してみてください。だそうです。予想、ああ、そっか。刺身。ごめんなさい、刺身の話しちゃったから。ごめんな、惑わせたな。ごめんな。まあ、わざと。ゆで卵でした。そう、ゆで卵でした。